袋井市で子どもたちが泥だらけになりながら体験したのはラグビーです。田植え前の田んぼで泥遊びとラグビー体験のコラボが実現しました。泥だらけの園児が乗ったソリを引っ張る屈強な男たち。力強く田んぼの中を走り抜けるのはラグビーリーグワン静岡ブルーレブズの選手やスタッフです。この行事は袋井ハロー子ども園が子どもたちの食育や自然との触れ合いを目的に毎年行っているドロンコ遊びと静岡ブルーレブズのラグビー普及活動の一つラグビー事業がコラボして実現したもの。園児たちはぬるぬるとした泥の感触に最初は戸惑っている様子でしたが、慣れると元気に走り回ったり田んぼに横になったりしていました。泥に慣れた後はラグビーボールを使った遊びがスタートしました。ラグビー鬼ごっこ、よーいスタート、行こう、はいはい、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 行くぞ、ドロンコラグビーは大人たちも泥だらけになり特別な思い出になったようです。めっちゃ重い、ドロドロのところが楽しかった。楽しかった。どんなとこが楽しかったですか？ジャンプするのが楽しかった。この年になってこんな泥だらけで遊ぶこともないのですごい楽しくて子供以上にはしゃいだ気がします。ラグビーをやったというよりはラグビー選手と遊んだっていう記憶に残ればそれでラグビーっていう印象が強くなってくればいいかなと思います。泥の中でラグビーボール触る経験は多分ないと思うので、子供たちの印象に残ってくれてからラグビー好きになってくれたらいいなと思いました。